孫伝法は、新末民発の軍人。北京政府、直令派に属した。字は、敬遠。1904年、北洋陸軍速成学道府評科を卒業し、官費により、日本へ、軍事留学した。1908年、陸軍士官学校第6期を卒業した。帰国後の1909年、陸軍部の試験を受け、上位の成績を残す。 大占い元率いる北洋陸軍近畿第二鎮に加わり、不評隊第五表協官に任じられた。中華民国時代になると第二鎮は第二子となり、湖北省に駐屯した。孫伝法は次第に昇進して第三旅旅長となり、1917年第21根性旅旅長に任命された。1920年7月の安直戦争で、 直霊派に組みしていた、大占い元が暗記派の長高上優警備司令クレ光心を捕虜とすると、孫がその公認についた。1921年8月に、王が、湖北省で失脚する。孫がその公認として、第二支市,市長に任命され、両子順悦氏の任にあった、ご配布に属した。1922年4月の第一次、笹口じ戦争後、 孫伝法は、食礼派の一員として、暗記派に法立された、総統、女性賞の辞任を公開で求める。その結果、6月に、女は辞任し、霊元広氏が再び総統となった。1923年1月、孫は軍を率いて、復権省へ向かい、復権軍務、ただしりに任命された。1924年9月、 第二次、笹ぐじか戦争の前哨戦である公設戦争が始まる。孫伝法は、直令派のチャンス特軍、最小元を支援し、暗記派の石膏特軍の英称を撃破した。これにより、孫は、雪順越試験石膏軍務、ただしりに任命された。しかしその後も、チャンス、石膏では、孫伝法、最小元、 ロエ栄省の三軍人の勢力が定立することになる。第二次、笹久家戦争で、直令派が敗北し、ダンキズ随が、失政政府を樹立すると、法典派の長総省がロを支援して南下してくる。これに対して、孫は、1925年1月、再と同盟して、公設貫軍を組織して、迎え撃とうとした。そこでダンは、 孫を牢落するために、石膏ただし弁に任命する。これにより孫はもはや、生に組みしようとはせず、才は孤立して、下屋を宣言した。しかし、南方への勢力拡大を図る法天派への、孫伝法の警戒感は依然として解けなかった。密かに、表玉賞を率いる国民軍と同盟すると、同年10月に法天派の三党特軍、超総省、チャンス特軍、 呂坂井テイラーへの攻撃を開始した。孫はこれに勝利し、11月には、南京で節ける看護師を貫ね軍総司令への就任を宣言した。この時、翔太恩が、顧問、翔方新と岡村康二が高等軍事顧問に、それぞれついている。暗殺直前の孫、1926年7月、国民政府が北伐を開始し、ご配布への攻撃を開始した。 孫伝法は孫文の三民主義に対抗して愛国家、愛人民、愛敵人の三愛主義を唱え、これに対抗しようとしている。9月、呉を破った北伐軍を厚生省で迎撃したが敗北して南京に退却した。その後、法天派との関係を改善して11月に張総省と共に、 張作林を暗黒軍総司令として擁立し、孫は副司令権五章ね軍総司令となった。しかし、国民革命軍に対する劣勢を挽回する余地は、もはやなかった。1927年3月には、孫連方は、南京を執貫する。4月12日の小解席による、反共クーデターの隙をついて、反撃を目論んだが、これも失敗に終わる。 1928年4月、孫の軍は三島省で殲滅され、孫は北方へ逃走した。これにより、孫は軍事的、政治的基盤を完全に喪失した。敗北後、孫連邦は一時、長学寮の下にあったが、間もなく身の危険を感じて、大連に移る。1931年に満州事変が勃発すると、 天津のイギリス疎開に今日移すと共に仏門に入り、度胸の日々を過ごした。1935年11月13日、孫連邦は度胸中のところを、孫が処刑した、路軍司令官、瀬十浜の娘、ケン・アキラに、背後から銃撃されて死亡した。去年51。常に笑っているような、穏やかな顔をしている、反面。 非常に残虐な性格であったため、笑い故将軍と恐れられていたという。雪露戦争の際に、敵側、路軍の司令官である瀬十浜を捕らえたが、即座に銃殺したばかりか遺体の首を死骸に3日3、晩さらして恥ずかしめるという時代錯誤的な報復をした。これに恨みを抱いた娘の世間明が、後に、孫連邦を射殺することになった。ありがとうございます。